Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh, yes. I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, 'cause boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード4をやってみましょう。とね、なんか、アシュリーちゃん、高速タイムに入っちゃいましたんで、まあ、一人でね、プラ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 お散歩しておきたいと思います。今回は、なんかちょっとね、あんまり好きじゃないんだよね、初見プレイで行くところの中ではね、見えない虫ちゃんが出てくると、で、意外とね、体力がね、虫のくせに高いっていうね、そういうちょっといやらしい感じがあるので、まあ、なんか、うまく切り抜けられたらと思うんですが、なんかね、嫌な予感がするんだよね。うまく操作ができないからね。だから、とっさに構えたときに、まあ、これもうほんと言い訳ばっかだね。とっさに構えたときにさ、なんて言ったらいいんだろう。うまく、なんて言ったらいいんだろうね。なんて言ったらいいんだろうね。こうマウスとの互換性がよろしくないから、いつもグワッカグワッカ行くんだよね。グワッカグワッカってなんだって話だよね。そうそう。で、また今回ちょっとね、トークテーマみたいなものをいただいてるんですけど、なんか 4ついただいたんですけど、1個全くさっぱり浮かばないっていうのがあって、1個目がね、これね、夢占いについてか、なんか、で、夢占いについてしか書かれてないんで、これをどう捉えたらいいんだろうって話すんで、夢占いって俺全く知らないんですよ。名前だけ知ってて、どういう、なんか、何、お金持ちになる夢を見たら、なんか、その日お金を拾うとか、なんかお金に関する、ね、情報が得られやすいとか、なんか死に直面する夢を見たら、なんか死んじゃうみたいな、そんな感じなのかな。なんかとか、怪我するとか、そういうことを言ってるのかな。うん。わかんないですね。まあ、ただ、その個人的には、そのかなり夢ってよく見ます。うん。めちゃくちゃ見るね。多分、1週間のうち5日、6日くらいは夢見てるんじゃないかっていうくらい見てますね。なんか夢見る人ってなんか眠りが浅いとかってよく言いますよね。僕すごい眠り浅くって、まあ嫁さんも今ちょっと、ね、子供が夜泣きがすごい激しいんで、まあそれに準じて、まあ僕も嫁さんも警戒して起きちゃうっていうのがあって、ただまあ僕だと全然子供がもう泣き止んでくれないので、てかむしろね、なんかね、夜に関しては僕が近づくと、手を添えるだけでうぎゃーって泣くんで、僕じゃもう手が追えないんですよ。だからもう嫁さんしかもちょっと頼りすることができないんで、まあ、それでもとりあえず泣いた時になんとかできるようにっていうので、起きてね、警戒をするようにしとくんですけど、それでもやっぱり無理って感じだよね。残念ながらね、まだ生きてる。強いな。当たってんのかな。ああいたいた。そうなんですよね。まあ、よく夢落ちって僕は経験するんですけど、皆さん夢終わるときどんな感じで終わります？僕ね、夢終わるときいつもね、穴に落ちて終わるんですよね。その死ぬとかそんなんじゃないですけど、なんか、夢今から覚めますよ、わーって落ちていって終わりみたいな、なんかそんな感じなんですよね。まあ、そんな感じですね、夢っていうのは。あとはよく、まあ、見たい夢が見れたら一番いいんですけどね。こう、なんか、学生時代のバスケで、なんか全国大会に出てる夢とか見て、うわ、これ完全に俺の当時のその願望が出てるなとかってめっちゃ思うんですよね。ちょ、生きてた。あれ？あ、倒してなかった。しまった。危ない危ない。オッケー。まあ、目が発光してる虫ってどんな虫だよって思うよね。まあね、夢な。あ、なんだったっけな。なんか、夢に関して、漫画だったかドラマだったか、なんかね、なんか夢っちゅうのはなんたらかんたらみたいな、すげえいいセリフがあるなっていう記憶があったんですけど、なんだったかな。ちょっと忘れちゃったな。夢、そうだね、夢。ちょっと待って、ショットガン4発でも生きてる。
マジか。これできてる。あ、よかったよかった。5発、5発。5発もかかるのか。普通に。水を抜けば進む。どっちだ、ぶっ。いたのかよ。てか強くない？全然。あれ、どこ行った？あれ、ちょ、あー、出た。なんかこれよくわかんない液体ぶっかけてくるやつ。ドピュドピュってやつ。もう生きてんのかよ。いやー、強いね。ショットもだいぶ余らせてたから良かったものの、これ相当きついよね。最近まで生きてて、なんだろう、傷口が普通じゃないかね。これあれだよね。あの、村に出てくるやつの、屍だよね。いやー、きついね。もう体力をちょっとでも上げとくために使っとかないと。こっちは開けて、OK。ああ、ショット玉。で、これ何だったっけ？ノビスタドールって名前だったっけ？なんかいろいろ季節の名前があったりとかするよね。夢占いについて語ってって言われたのに全然語ってないけどね。ねえ、ちょっとまあ夢占い個人的に何なのかっていうのが、あの、分かってないのがちょっと悔しいんで、まあなんか調べときましょうかね。はい。で、2つ目が、今死ぬかもう死ねないかの2択って言ったら、これは僕はね、あの、いや今死にたくないんでもう死ねないかの二択ですね。ただなんかあの不老不死になるとどうなるかみたいな話とかもあるんですけど、その時代に追いつけなくなるっていうのはあるらしいですね。やっぱりその、まあ、不老なんで体力的には大丈夫じゃないかなとは思うんですけど、とは言ってもやっぱりそのね、頭の考え方自体はさ、その前時代的なやつになるじゃん。僕もさ、痛い、僕もその90年代の生まれですけど、あの、それでいくとやっぱりね、ガラケーからスタートし、でスマホ、スライド式の携帯になって、でスマホになりみたいなね、そんなね、あの、例えば携帯で言ったらその変遷をたどってきたりとかしてましたし、あの VHS って今でもビデオテープとかって言ったら誰も通常しないじゃないですかね。今ね、で DVD で、いまだにもう DVD で見ることもなくなってね、大体ダウンロードデータで見るような時代になってたじゃないですか。ってなったらやっぱりその年食ってくると、仮に若々しい体で死なないですってなっても、その自分の周りの人間は死んでいくし、自分がかつてその幸せだなと思って過ごしてた時代とはかけ離れていくんで、多分死ねないってなったら最終的に自分で死にたいって思うようになるんじゃないかなとは思いますよね、うん、だって周りの人間は死んでいくわけだしさ、仮にさ、今の嫁さんとかさ、娘とかさ、さらには孫とかっていうのがさ、先に行っちゃってさ、で自分だけがこうなんか残っていくってなったらさ、やだもんね、そんなのね。自分が過ごしてきた家族がどんどんいなくなっていく。まあまあ、ね、極端な話さ、とんでもないこと言うようだけど、ね、新しい家族ができればそれでいいとかってなるのかもしんないけど、でもさ、やっぱりちょっと違和感あるよね。だって自分の初めての家族とかがさ、そうやっていなくなっていくわけでしょ？多分絶望するよね、自分の人生とやらに。で、まあ将来的にどうか、みたいな感じになってくるんじゃないかなと思って。だからまあ今死ぬかもう死ねないかで言ったら、今死にたくないからもう死ねないっていう方を選択するけど、まあ一般的な寿命でいいかなと思うけどね。そこら辺どうすかね、皆さんね。まあカズレーザーなんかは150年俺は生きたいとかって言ってますけどね。まあまあ、あの人はなんかすごい人生楽しんでるから、できるだけ長く生きたいじゃないかなとは思うんですけどね。まあ人生楽しい人はね、あの、死にたくないとかって思うんですけどね。でもよく親父と会話とかしてると、やっぱりその人生、そのいつ死ぬかわからないっていうのは前提に置きつつも、その、あの、死ぬ、いざ死ぬってなった時に、その墓場の中でね、あの、なんて言ったらいいんだろう、墓場じゃない、墓場に入っちゃってダメみたいな、あの、棺桶に入る瞬間にね、あの、俺の人生、あの、これで良かったって思えるような過ごし方をしておくっていうのがすごい大事だみたいな話はね、あの、よくね、あの、水風呂に入りながらしたりするよね。水風呂、そうそう、サウナとね、水風呂をね、3往復セットで入るのがね、大体あの健康ランドじゃないけど、なんか、あの、大衆、なんて言ったらね、数パーセントか、最近。健康ランドってもう言わないもんね。それもそうだよね。健康ランドっていう言い方もしないもんね。うん、そんな感じですね。爆発死産してるね、これね。で、降りてくるかな？
降りてくるね。降りてきた。こいつ倒しとくと12000パーツ手に入るんで、はい、ごちそうさまです。ああ消えてなくなった。そっか、しまった。だらだらやりすぎたね。2周目とかになってくると、ロケラン手に入れてたら、ロケランでね、ダダ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 できたりする。めっちゃ、ダダダダダダ、それシカゴタイプライトだったら、ダダダダダダしねえわ。そんな怖いことはしない。うん。そしたら、こっち行って、なんか、アイテム最後手に入れて、次進んでいきましょうか。どこまで行こうかね。まあ、チャプターの3の2ってね、なんかね、区切るところが結構中途半端なんで、難しかったりするんですよね。なんか仮面の宝石俺全部手に入れてねえの。あれ？どこで取り逃してんだろうな。まあ、いっか。はい、じゃあ、もう一ついただいてたのがね、仕事には慣れたって言われた時のベストアンサーってことなんですけど、これはまあ、立場とかね、状況によるもんじゃないかなと思うから難しいっすよね。僕だったらまあ、媚び売るかな。何々さんのおかげで慣れました。へへへ、みたいな。いや、何々さんについてってよかったっすっていうね、心にもないこと言ったいっていう気持ちよくさせるみたいなね、そんな感じかな。だって慣れたっていう聞き方がなんかあれだね、なんかあの中年のおっさんからなんか新人の女の子に向けて言うようなちょっとセクハラまがいの言い方みたいな感じするけど、それはちょっと僕の妄想のしすぎかな。どうなんやろ、分からへんけど、そんな気はするけどね。なんかまあこれ送ってきた子自体がそのいつも出てくるその若い可愛らしい女の子っていうね、今だから24か25だか忘れたけどの子なんですよ。でその子がそのなんかこんなトークテーマで喋ってくださいよみたいな感じで来たんで回答してるんですけど、その子はなんかね平日に唐揚げとビール、あ、じゃあ唐揚げを食べながらビールをたしなむくらいには慣れましたっていう、そっちの方がベストアンサーじゃねえと思って、俺そんななんかねえおっさんみたいなこと言えないからね。まあただその慣れてないっていうね、謙遜をしたらしたでね、なんかそれだけ働いてて全然なんだろうね、まだ仕事慣れねえのかダメなやつって思われちゃうかもしれないし、逆にねその慣れたって言ったらなんかいやいや慣れたっていう、まあ、口で言ってるけど全然仕事できてねえじゃねえかって思われるみたいなね、そういうなんかちょっと葛藤はあるみたいですけどね、だったら慣れたなんて聞くなってくって思っちゃいますけど。仕事慣れたなんて聞かれたことないな。そうだね、ないな。慣れたって聞かれる前に、よく働いてるねっていうふうに言われることは多かったけどね。なんかよくわかんないですけど、そのね、社員です。一社目なんかはその仕事とかしてると普通になんて言ったらいいんだろう、なんか仕事のスピードは速かったみたいで、すごいいろいろとこう、もう終わったのって言われるケースは多かったですけど、でもそれに関しては僕と同時期に入社した女の子に関しても同じこと言われてたんで、だから多分想定して与えてる仕事よりも多分僕らのそのスピードが速かったとかっていうよりはシンプルに与えてる仕事量が少なかったんじゃないかなって思ったりはするようにしたんですけどね。ちょっと、ちゅちゅ外すな外すな、うん、持ってて、はいこっち向いて、これいつも受ける、熱くないのかなねえ、あんなブン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 振り回して視野も狭くなるだろうし、まあいいんですけどね。さてさて、アイテムは特に拾えない。仕事に慣れたか、懐かしいね。もうそんなこと言われるような年でもなくなりましたからね。まあでも言ってまだ30になってないからね、これからまだ40年働くわけでしょって考えたら、やっぱりもっとなんか派手なことやって生きていきたいですけどね、どう生きていくかみたいな、そんなところを、そろそろちょっと真剣に考えていかないといけないですね。あと2ヶ月でね、もう味噌汁になっちゃうんでね。まあなんかこう誕生日が近づくと自分のその人生の生き方っていうのを見直そうみたいな風にやっぱ思うよね。それきっかけって大事だよね。その年始とか
あの誕生日とか、もう僕は大きくその2つかな。でちょうどそれがその半年くらいで起こるからいいよね。その1月に新年迎えて、で6月に誕生日迎えてっていう感じになるから。あ、ちょっと起きてる起きてる。よし、ほいほいほい、はい、おやすみなさい。うん、いや半年ごとにその自分の人生を見つめ直すタイミングっていうきっかけっていうのを作ることができるっていうのは、まあなんか自分の誕生日いいポジションにあるなとは思ったりしますね。でもよく最近嫁さんと話しますよ、自分の人生どう生きていくかみたいなね。まあ最近その嫁さんはそのまあ仕事復帰に向けてね、徐々にね運動とかして体力戻したいみたいな運動してますけど、僕は僕でね、あのまあやっぱりちょっと仕事に関してのなんかちょっと鬱憤が溜まったりとかしてる状況でもあるんで、まあ、そういうことを考えると、うん、なんかねもっとやりようがあるのかなと思うんですけどね。全然ちょっと具体的な感じのお話じゃないんだけど、あいつ走って逃げていってるけど、あいつ逃げられると超めんどくさいからな。でもその前にこいつらが来るから、ちょっと早々にぶちのめしておいた方が良さそう。もう一人、はい、OK、燃えて燃えて燃えて、はい、OK、燃えた。燃えている間に、あいつを足止めというか、あの狙っていきたいので、よいしょ。あ、ちょっと動くな。あ、ちょっと待って、オッケー、こけた。今のうち。オッケー、もう、あ、たっけえな、体力。あれ、まだ？おー、強い。あ、ちょ、外した。くっそ。いやー、めんどくさい。どうしよっかなー。あそこまで逃げられるともう嫌な予感しかしないんだよね。これって来てないよね。じゃあ、とりあえず、もうちょっと。弾幕張って逃げ切るしかないよね。お、敵いるんですか？あ、いるね。あぶね。お上手。よし、OK。結構、あ、ちょっと蹴れない蹴れない。でも、縦とかも関係ないよね。完全に貫通させてるもんね。いる？あれ？あ、いない。やっちまった。めんどくさいことになった。そうなんだよ、めっちゃ張り切るんだよこいつが。どうしよっかな、これ撃てるかな。頭出して、そう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 、あ、ちょっと、そう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 、頭出して、うわっ、なっちまった。もういいや、ちょっとすいません、話があんま今回盛り上がらないパートになっちゃったんで、一旦20分近くになってきましたし、この辺りで区切りたいと思います。ということでね、本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。トークテーマたくさんいただけると非常にありがたいのでお願いします。ということで、お疲れ様でした。さよなら。